SDGs のコーナーです。今日はこちら、17の目標のうちの6番、安全な水とトイレを世界中にに関する話題です。郡山市の大学と企業が共同開発したトイレが注目を集めています。発展途上国などへの設置も期待される最新型のトイレとは。郡山市の日大工学部で行われた学園祭。キャンパス内には今年開発されたばかりだという最新型のトイレも設置されています。トイレに使用されている水は何度も循環されています。最新型トイレ、その構造はというと、トイレから流れ出たですね、トイレの洗浄水をその場で浄化する仕組みになっています。その浄化した水がまた戻ってくることで、洗浄水をリサイクル利用する、使い続けるトイレになっています。水を流すと、まず固形の状態の排泄物が取り除かれます。その後2度ろ過され、色や匂いが取り除かれます。殺菌ですが、再生水溜めてるタンクの中に塩素の錠剤を入れてありますので、塩素消毒がされるという仕組みです。同じ水を何度も再利用することから、排水がなく下水道もいりません。今トイレに近づいているんですが、色は透明ですし、そして匂いもしません。太陽光発電を使用しているため、災害などで停電になった場合でも使用することができます。成人で1日飲む水は2リットルと言われているんですね。それに対してトイレの水はですね、流すのに5リットルとか必要なんです。我々1日にトイレ5回か6回やるとなると、実はトイレに流す水の方が足りなくなるんです。また上下水道を引く必要がなく、インフラが整っていない発展途上国などへの設置も期待されています。